どうも、リューディンチャンネルのみやちゃんです。さあ今回は NS リーグ決勝トーナメント初戦、準々決勝、去年と同じカードですね、ブッドバースさんとの一戦をお届けします。また例年通り試合に先立ちまして、リーグの表彰式が行われました。そして龍神からは、まあ、圧倒的な成績でジュンさんが初受賞となりました。ジュンさんの成績はこちらの通りです。さあ当然ながら決勝トーナメントですので、負けたら終わりの大一番となっております。龍神のスタメンはこちらの通り、好調のオッキーを1番に置き、4番ジュンさん、そしてピッチャーは慎太郎にお任せしてあります。さあその初回、いきなりオッキーがこのキュルキュルで内野安打で出塁。そして2番にはつなぎ役としてサチさんに入ってもらっております。そしてこのキャッチャーがこぼした間にオッキーが回避を伸ばして2塁へ到達、いきなりのチャンスを作ります。しかしサインは変わらず、ここでタジさんにしっかりと送りバントをしてもらい、ワンアウトランナー3塁の状況を作ります。さあそして故障明けの方が、これ完全に1点は OK という守備だったんですかね。これで幸先よく1点を先制します。さあそして先発慎太郎、今シーズン圧倒的な安定感と成績でチームを引っ張ってくれました。しかしこの先頭バッターに綺麗に左中間に運ばれ、いきなりランナー2塁のピンチを迎えます。しかしブッドバースさん、昨年と違いかなり若いメンバーに入れ替わっておりました。話を聞くと結構あの選手の息子さんとか教え子とかがいらっしゃるようですね。さあそしてここでセンター前に運ばれ、1、3塁とピンチを広げてしまいますが、さらにさらに4番バッターにはフォアボールで満塁のピンチ。さあしかしこの辺りはやっぱりさすが慎太郎というところで、5番バッターをピッチャーフライに打ち取り、これでツーアウト。初回の立ち上がりが結構課題でしたが、この辺りの勝負強さが慎太郎の今季の成長だったように思います。さあ初回ピンチを迎えますが、無失点で切り抜けます。さあそして2回はデンちゃんから迎えますが、デンちゃんがここで見逃し三振。そして女房役アツシがここで左中間を真っ二つに破り、しかも一気に二塁到達。よろかったが、これは足が先に入った。ナイスバッティング。さあそしてこれミヤちゃんを迎えます。ミヤちゃんも少し腰の調子も良くなって、いろいろなことを試せるような状態までは復活しております。さあこれミヤちゃんが粘る。そしてこのセンターへの当たりが、センターダイビングするが、これが落ちる。そしてミヤちゃんこれ一気に快速飛ばして二塁に到達。初回に続き2、3塁とチャンスを作ります。しかし慎太郎のこの当たりはピッチャー正面のゴロで、これで2アウト。その後勇気がデッドボールで満塁のチャンスを迎えますが、オッキーのこの鋭い当たりはショート正面のゴロとなり、セカンドフォースアウト。さあ2回の裏の先頭バッターは勇気が快速飛ばしてナイスキャッチ。さあこれでワンアウト、センター守備範囲が広い。そして続くこの当たりもセンターへの当たり、さあこれも楽々ととはいかず、これはセンターへのヒットとなります。さあしかしこのバッターの初球のこの辺りを6、4、3のダブルプレーで無失点で切り抜けます。さあサクサク試合は進み、3回の攻撃、先頭バッター2番のタジさんから。さあ2番タジさん早々に追い込まれますが、ここでもラッキーな落球があり
ツーナッシングから粘ります。ここも粘る、ここも粘る。大さん、だいぶこのシーズンは目付けが良かったですね。そしてこの今日も完全に当たる前から痛いって言ってましたね。さあ、これで先頭バッターが出塁。そしてこう初球エンドラン攻撃は、しかしセンターさすが個人賞を取っただけあり守備範囲が広い。そして舘さん再びスタート、これは盗塁成功となります。さあそして4番ジュンさん、この高めの当たりを綺麗にさばいた。そして舘さんが3塁回って一気にホームへ行く。これで龍神2点目を出し、いやー、淳さん、状況に応じたバッティングしてくれました。そして、5番デンちゃんのこの当たり。しかし、ここも、レフトの守備範囲が広い。これがアウトとなり。そして、アツシはこれ、デッドボール。いや、ほんと、アツシとタジさん、二人とも出塁率が鬼高いですね。そして、ネマルも、ミヤちゃん、これ、キャッチャーフライとなり、スリーアウト。さあ攻撃のリズムが龍神側に傾いていきます。このショートとレフトの間のあたりはオッキーが早めに声をかけてくれて、前回衝突した反省を生かして取ってくれました。そしてこのショートへの鋭いあたりはミヤちゃんがしっかりとアウトにする。ここでもそしてキャッチャーフライでスリーアウト。さあ4回へと試合は進んでいきます。先頭打者の慎太郎のこの辺りは、しかしセンター守備範囲が広い。そしてこの勇気のこのスリーアウトも、センターがナイスポジショニング。ちょっとこの日はセンターは本当に打ったら終わりですね。そして大きいのこのショートへの鋭い当たりは、これが内野安打になる。そしてすかさずこれスピード違反。さあ2番タジさんがここでもいい仕事をしてくれます。さあここでも粘りに粘る、粘る、粘っていきます。そしてこの打ち損じた当たりですが、これがファースト後方へのヒットとなり、オッキーが一気にホームイン、3点目をゲットします。さあ4回の裏の慎太郎のピッチング、5番バッターにレフト前に綺麗に運ばれ、先頭打者の出塁を許します。しかしここでもこの日3個目のキャッチャーフライ、球が伸びてますね。この辺りはピッチャーフライ。さあ非常にいいテンポで投球をしてくれる。そしてこれはレフトフライに打ち取り、この回も無失点。さあ5回の表の右の攻撃、途中出場しているハルさんがストフソーにピッチャーゴロで倒れますが、ダーン、ジュンさんのこの強烈な当たりがレフトへのエンタイトルツーベースになり、ワンアウトランナー二塁というところから5番のデンちゃんが凡退するも、当たっている6番のアツシのこの当たり、サードもよく飛びつきましたが送球が悪く、ファーストが弾いてる間にジュンさんがホームインし、これで4点目。そして5回の裏からは守護神中村に登板してもらいます。前回最終回逆転負けをした悔しさを胸に燃えてました。まずは先頭バッターをスライダーで三振。しかし次のバッターにやはりこう、まあ中村の場合はもうアウトかデッドボールかなんですかね。さあそしてこの辺りはショートへのフライでツーアウト。
ここで再びデッドボール。しかしこれも中村の調子のバロメーターか。さあここのバッターの当たりはピッチャーからセカンド入っている慎太郎がさばき、スリーアウト。さあそして最終回の攻防に入っていきます。先頭バッター慎太郎の当たりはサードゴロ。さあここで代打ハスというところでピッチャー上田さんが何やら守備位置を指示しています。なんと柳田シフトならずハスイシフト、思い切って守備位置を右に右に右に、そしてハスがそれを意識したのか完全にその包囲網にはまってしまい、これはちょっと痛いアウトだったかもしれません。そして同じく途中出場のケイちゃんの当たりはここはピッチャーゴロ、スリーアウトに抑えられます。さあそして最終回、ここでもこの日3つ目のデッドボールを先頭バッターに与えてしまいます。本当にすいません。さあそしてこれはセカンド慎太郎、そしてショートの瀬野ちゃん、そしてファースト佐藤さんへと当たり463のダブルプレー。そして最後のバッターはショート瀬野ちゃんが抑え、これで試合終了。昨年と同じ顔合わせになった NS リーグ決勝トーナメント初戦は4対0でフットワーさんを退けることになりました。しかし冒頭にもお話ししました通り、ブッドワーさんかなり若い戦力も入ってきましたんで、もう来年以降も要マークですね。今回の動画は以上になります。チャンネル登録、そして私のインスタグラムがアカウント停止になってしまったんで、新しいアカウントの方ぜひフォローよろしくお願いいたします。